勝ち馬は3歳馬が4勝して、4歳と5歳馬が3勝ずつ。若い馬の方が有利なようですが、6歳まではなんとか数字も残しています。また、逃げから追い込みまでまんべんなく馬券に絡んでいますけれども、4コーナー10番手以降の馬はやや厳しめの成績で、連帯したのはルージュバックとシュネルマイスターの2頭だけでした。府中の1800メートルは展開いらずとはよく言いますけれども、明らかにこのレースは後半が速くなる後継ラップが多めです。つまりは、しまいの時が早くなりますので、ある程度のポジションが取れる瞬発力タイプの馬が好ましいのかもしれません。そして、このレースはある程度の実績が必要で、勝ち馬に関しては過去30年中28年が重賞勝ちの経験がある馬たちで、過去10年で馬券に絡んだ30頭のうち、ポタジェにサンレーポケット、グレーターロンドンにジャスティンカフェを除いた26頭は、重賞勝ちの経験がある馬たちが馬券に絡んできました。そして血統面ではディープインパクト3区が圧巻で、過去10年では11頭もの馬たちが馬券に絡んでおり、スピードや瞬発力に勝る血統が完全に支配しているレースです。特に2017年はディープ3区で 1-2-3 ということで他の種馬を圧倒していますが、同様にディープインパクトが2代父や3代父に入る血統も気になります。今年は直系のディープインパクト3区に両方レイクがいますので追い風となるデータとなりました。そして馬券の傾向はご覧のとおりです。1番人気は7勝しており、5連勝は昨年止まりましたけれども、6年連続で連帯が続いています。その他は大方人気通りの負傷率となっていますけれども、面白いのは3着馬で、5番人気以下に3着馬が5頭出現しています。このおかげか3連複は10倍を切ったのが2回だけで、3連単の万馬券馬では4回、1番人気から3番人気が全滅という年もだいぶ前にはありましたので、頭数が少なめのレースにしては3連勝式の配当が結構つくかなと思ったんですけれども、最近5年全てで5番人気内の 1-2-3 で決まっていますので、今年も固く収まってしまうのか、そろそろ荒れてしまうのか気にはなるところです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はシックスペンスです。前走のダービーは上位人気かつ手応えがあったものの、レース前に消耗しきってしまって力を出し切れませんでした。そこから立て直して現在に至るわけなんですけれども、精神面ももちろん成長できましたし、もともとスプリングステークスでも上がり33秒台前半を中山競馬場で出してるわけですから、ここでも通用する瞬発力があるかと思っています。土曜日の敗戦で馬場傾向の大地さが痛いほど分かった陣営、そして鞍上のルメールジョッキーですから、2回同じ失敗はしないと見て本命としました。そして対抗は4方レイク。6歳なのにまだ10レースしか使っておらず、 G2、G3 では全て馬券圏内という堅実さの塊みたいな馬なんですけれども、今回は新馬戦以来の 1800m 戦ということで、距離面と東京で実績がない分割り引きましたけれども、これまでボッケリーニですとかステラベローチェ、2歳児にはタイトルホルダーにまで先着してきた実績を持つ馬ですから、ここでも実力はあってしかるべきと考えています。以下、前に行くのならばヤマニンサルバム、そして刺してくるならばオフトレイルと、それぞれに楽しみな穴馬たちもピックアップしましたので、人気どころが登場実績もありませんので、そういったところをついてくるという馬も十分に考えられるのかと思っています。それでは解明です。シックスペンスからの3連複です。ローシャンパーク絡みで取り紙もありますけれども、万馬券が10通りも転がっていますので、そのあたりを大いに期待したいところです。開幕週なのに雨が降ったせいか外側が伸びる馬場ですので、今度は外から伸びていってもらいたいところです。以上、毎日王冠の予想でした。続いては京都大賞典の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は4歳馬が3勝して2着が4回、5歳馬が4勝して2着3回と、両席が4歳と5歳馬にかなり集まっています。7歳以上では昨年ボッケリーニが2着に入ったことをはじめ、奇跡やアルバートに7歳牝馬のスマートレイヤーが勝ったりと、ここ5年で活躍馬が2頭出てきており、なかなか手強い存在です。基本的に7歳以上で馬券に絡む馬は例外もありますけれども、5番人気以上でやってくることが基本ですので、ディープボンドにとっては明るいデータですけれども、バビットにとっては明るくないデータとなりました。また前走 G1 組が5勝して2着6回と休養明けとはいえ、 G1 組は高い負傷率を持っています。
それに対してオープン特別や条件戦組は2022年にベラアズールが勝ちましたけれども、年に一頭負けに絡むか絡まないかという状況ですので、かなり重賞組に押されているような形になっています。そして前走の距離別の成績では、前走 2200m 組が抜けていい成績を残しており、 2000m 組や 2400m 以上の馬がやってくることもあり、幅広く馬券に絡んではきています。ただ 2400m ですとか 2500m 組が今一つという状況で、人気のサトノグランツにシュバリエローズにとっては厄介なデータとなりました。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着が3回、2番人気までが高い負傷率で、10年中9年で1番人気もしくは2番人気が馬券に絡んでいます。一方で2桁人気で馬券に絡んだ馬は2019年に勝ったドレッドノータスのみ。ただそのドレッドノータスの他にはマカヒキが勝つなど、結構波乱の起こる年もたまに出現します。そのためか単勝10倍以上は2回だけなんですけれども、5番人気以内のワンツースリーが5回とやや増えてきており、ここ最近は硬くなりつつあります。3連複の万馬券や3連単の10万馬券オーバーが 1,2 回ほどになりますので、そろそろ荒れる好レースとなるかもしれませんので、気をつけたいところです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はブローザホーンです。今週は東西どちらも一番人気が本命と、つまらないなというコメントをいただきそうなんですけれども、この馬は宝塚記念で320万馬券を当てさせてくれた私たちの命の恩人です。前走は雨が強まる中、外立ち沿いをロス度外視で進むと、ほぼ前頭をごぼう抜きにして悲願の G1 タイトルを奪取しました。今回は休み明けかつ59キロを背負うんですけれども、頭数自体が少ないですので、紛れることや面倒なことにはまず巻き込まれなさそうです。この客室ですので、1着は展開によって微妙かと思います。で、宝塚記念同様3着まででも OK な馬券にしたいと思います。そして対抗はサトノグランツ。前走の目黒記念は追い比べをあと一歩後退してしまい、惜しい競馬になってしまいましたけれども、夏を越して馬も精神面も成長して戻ってきました。もともと小馬の重賞でも海外を含めて見せ場が十分作れる馬ですので、成長してきたのならば、もちろん勝ち負けも狙えるのが当然です。開幕週のインコースの馬場ですので、経済コースを通れる利点ももちろんあります。普通に勝ち切ってしまうシーンも十分に考えられるところです。以下、当初に本命視していたプラダリアが仕上がり途上というコメントでしたので、一気に穴馬たちにも割り込む余地が出てきたかと思います。先行勢からはバビット、差し勢からはスマートファントムあたりに配当を伸ばしてもらいたいところです。それでは解明です。ブローザホーンからの3連複です。バビットあたりが来たらもう万々歳なんですけれども、サトノグランツとの組み合わせはパンチ力がありませんので、差額をつけて買うことをお勧めいたします。当初はブローザホーンは対抗扱いでしたけれども、京都競馬場でピンクの帽子、そして3連複15点勝負ですので、なんだかあの時の感動再びというすごい個人的な理由が詰まっていますけれども、勝たなくてもいいので3着までに入ってもらいたいというところで期待したいと思います。以上、京都大賞典の予想でした。今週は凱旋門賞の予想動画も日曜のお昼頃にアップする予定です。またブログでは日曜日の午前中のレースと新潟メインのトルマリンステークスの予想をアップする予定です。そして先週は万馬券2本を取りましたオンラインサロンの方ですけれども、今週も平場と特別戦の直前情報並びに重賞の限定情報をお伝えする予定でございます。オンラインサロンの URL は概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。そして YouTube チャンネルメンバーシップの重賞限定情報は今年28勝13敗とだいたい平均ペースで推移しております。今週もまだどちらの重賞をピックアップするか決めてませんけれども、メンバー限定情報を配信する予定でございますので、メンバーシップにつきましても URL は概要欄にございますので、アクセスしてみてください。それでは凱旋門賞の予想動画でまたお会いしましょう。